さあ、そんな皆さんの必ず好きなキャラクターがいると思うんですけれども、それを生み出した張本人に登場していただきましょう。それでは皆様お迎えください。藤子不二雄 A 先生です。先生こんばんは。こんばんは。まずはお集まりいただきました皆様に一言ご挨拶いただけますでしょうか。藤子不二雄 A と申します。僕の展覧会をこの東京シティビューのこんな上の素晴らしいところでやっていただけるというのは本当にラッキーだと思って、さっき僕初めて会場を一覧したんですけど、全く僕はほとんどこの展覧会には関知してないので、みんなスタッフの方が一生懸命いろんな想像をしていただいて、自分の作品がこんな風にいろんな展開をされるということは本当にラッキーだと思って感謝しております。よろしくお願いいたします。呼んでもよろしいでしょうか。はい、結構です。はい、この方です。はい、私の名はモグロ福造、人呼んで笑うセールスマン。ただのセールスマンじゃございません。私の取り扱う品物は心、人間の心でございます。おはい、モグロ福造さんでございます。六本木であなたの心の隙間をお埋めします。せーの、ダー。さあ登場しました。おっと、モニュメントとともに先生の隣にもう一人先生が。どうですか先生。すいません、申し訳ない、気持ち悪い。それではご登場いただきましょう。宮沢りえさんです。ありがとうございます。この度は本当におめでとうございます。先ほど私もちょっと見させていただいたんですけど、本当に先生の世界観、やっぱりレジェンドの証がこう見られて、とっても幸せな展覧会でした。僕と理恵さん の関係を何でかと思われる方も多いと思うのでちょっと説明いたしますけど、もう理恵ママが元気な頃から一緒にお付き合いして、リエちゃん、アビちゃんというそういう関係でね、僕はずっとリエさんの応援団長をずっと務めてて、毎回4月の誕生会になると僕が必ず最初に挨拶するという非常に光栄な役目を持ってね。もう今日はアビちゃんを封印して先生って呼んでたんですけど、もうこれからアビちゃんって先生って言われたの初めてです。では